関門海峡をまたいで北九州市と下関市をワイヤーでつなぐジップライン事業を本格的に進めるため、日市合同プロジェクトチームの立ち上げが発表されました。周辺の観光だったり宿泊だったり交通だったり食だったり、いろんなコンテンツと組み合わせて面的に展開することがジップラインができた場合の大きなマーケットの創出、誘客につながると思います。北九州市と下関市の両市長による正式会談は2011年以来の12年ぶりとなります。会談のテーマは両市の連携確認。そのうちの一つとして大きく挙げられたのが、関門海峡の上空をワイヤーで移動するジップライン事業です。下関市と北九州市を結ぶワイヤーはなんと全長1740メートルにも。あの格好で行くんですか。ジップライン事業については国によって実施可能という調査結果とともに、再来年以降の供用を目指すスケジュール案が示されています。北九州市と下関市では今回の会談を通して、それぞれの副市長をリーダーとするプロジェクトチームを7月以降に立ち上げる方針を固め、本格的な事業化に向けて動き出すとしています。